本当に危機到来か中国共産党商務省今年の貿易情勢は深刻で複雑アメリカ台湾トップの歴史的交流失われる中国共産党の発言権トランプ氏の裁判当メディアが熱狂的に報道「中国の不動産市場に史上最大の売りの波が押し寄せている。

かつて30万人を雇用していた鄭州市にある電子機器受託製造大手フォックスコン工場は最近になって従業員の解雇が報じられましたその周辺の商業地域は閑散としています中国経済は宣伝されているように回復しておらずむしろさらに悪化しています今年的外 中京商務省の王十文次官は4月4日の記者会見で世界経済全体の回復力は足りず1万5000社の企業を対象にしたアンケート調査では受注の減少や需要不足が最大の困難であることを明らかにしました政府の発表によると1月2月の中国の輸出は6.8%減輸入は10.2%減だといいます 在新 S&P グローバルが3日発表した3月の中国製造業購買担当者景気指数 PMI は前月の51.6から50.0へ低下し予期していた51.7を大きく下回りました国際的な研究機構は中国経済の表れについて保守的な見方をしています 4月中旬に開催される中国最大規模の貿易展示会である広州交易会に関して商務省は政策をしっかりと保障し加工貿易を安定させると声明を出しましたこのことからも中国経済が巨大な課題に直面していることを反映しています,次のニュースです現地時間4月4日午後大いに注目を集めたマッカーシー蔡英文会談がアメリカ・カリフォルニアで行われました 台湾の蔡英文総統が率いる一行はアメリカ東部時間の4日午後1時ごろレーガン図書館に到着しマッカーシーアメリカ下院議長を率いる両党の議員17名に出迎えられました17名のうちには下院民主党議員団のピート・アギュラー議長下院米中戦略競争特別委員会のマイク・ギャラガー委員長さらに下院中国問題特別委員会の両党メンバー8名 台湾に友好的なことで知られる下院議員などが含まれています to to freedom, その後、両者は1時間以上にわたって非公開で会談を行いメディアに対して共同声明を発表しました。 I ated, 今回の会談のニュースはすでに何度も中共の敏感な神経に触れました中共外務省は4日にも再び警告を発しました これに対し、ホワイトハウスは5日、蔡氏のアメリカ経由はすでに慣例となっており、中国側が過剰反応する理由はないと再度コメントしました。 会談直前中共は台湾海峡の北部と中部で合同巡航巡査特別作戦を発動すると発表した上中米中共大使館はマッカーシー氏や蔡氏と会談する他の議員に脅迫メールを送っていましたこれに対しホワイトハウスは中共に自制するようはっきり伝えました 米・対双方は議会外交という方法で正式に最高レベルで相互訪問という外交的象徴のある動きを終えたつまり双方は最高レベルで非公式関係が成立したことを意味するこれは台湾問題の国際化に向けた重要な一歩であり台湾海峡問題は中国の内政問題であるという中共の主張を大きく弱体化させた 中共は台湾総統の訪米を簡単な越境に制限しようと常に試みておりできれば空港の外にも出させないようにしていた中共はこの変化に適応することに非常に気が進まないだろう中共は台湾海峡で発言権を失っているだけでなく特に政治などの非軍事分野において主政に立たされているこれこそまさに歴史の数勢だ採取は4月6日に台湾に帰国する予定です 外部は次に中共がどう反応するかに注目しています次のニュースですイ・エイブン氏の訪米に加えドナルド・トランプ前大統領の裁判も中共から注目されています中共は虐げられた弱い者の,の肩を持つのではなくトランプ氏の裁判をほくそえんでいます当メディアはこの訴訟を利用してアメリカの民主主義制度を攻撃し続けています 例えば、東メディア中央テレビはこの訴訟はアメリカで前例のない政党間の争いであり社会の裂け目を広げていると見出しにて伝えましたまた新華社通信はこの訴訟はアメリカの政治と世論の分裂を浮き彫りにし進化させていると伝えました中共の報道統制は周知の通り厳しいものです中共中央宣伝部は東メディアに対して重要な報道については全て報道原則を発令しています なので今回当メディアがトランプの裁判はアメリカを引き裂いたと報道内容を統一していることからこれは中共の報道原則であるに違いないことがわかるでしょう北京日報のウェブサイト「共報網」は今回の訴訟はアメリカの民主党と共和党の政治家の争いだとし 上海市党委員会の機関紙「新民版法はトランプ氏の最高刑が126年になる可能性があるとしアメリカ政治の衰退と世論の引き先が未曽有の段階に入っていると指摘しましたワシントン・ポストは党メディアが同訴訟を報道する際に有頂点になっていて非常に誇張していることに気づきました 例えば中央テレビは1時間ごとにトランプ氏の訴訟のニュースを更新しマンハッタンの法廷の外には中共メディアの記者が多数いて数時間にわたって生中継していましたまた中国のウェイボーではアメリカは今ほぼ内戦状態にあるさらにアメリカは間もなく滅亡すると大げさなコメントが多く見られます ワシントントポストはアナリストの言葉を引用し今回の訴訟は中共が厳しく統制するインターネット上で珍しい楽しさを提供したしかし多くの人はこれらの解説や報道は実際には中共の大プロパガンダであり民族主義者の似た者同士が集まる場だと感じていると報じました 重慶大学ジャーナリズム学院の劉海明教授は今回、トランプの裁判に対する議論は中共のネット検閲の下で本土の人々が自由に中国の国内政治を議論することが難しいことと対照的で人々はトランプについて自由に議論できるが中共の指導者については議論できないとの見解を示しています。 一部のネットユーザーはもし今中国本土で中共の指導者や本土の時事問題を議論する自由を人々に与えたら中国人はトランプ訴訟に注意を払う暇はなくこの国を良くする方法を議論すると思うと述べました最後のニュースです中国では重慶、成都、西安などの都市で10万戸以上の中古住宅が売りに出され不動産史上最大の売りの波が押し寄せています 不動産会社は実際の販売数はさらに多いことを明らかにしています不動産会社の五種は次のように紹介しました中国の不動産の歴史には三つの売りの波があった最初の二回は世界金融危機の2008年と不動産市場が低迷していた2015年に起こり 政府が政策を導入し続けたことで不動産価格が高騰し始めたが現在は政府の前向きな政策が逆に売りの波をさらに大きくしている。 また、家を売る人が増えているのは、今が売り時だからだと動画の中で話している広州の住民もいます。 现在的楼市就好像一个巨大的水池，一边不断地往外在放水，一边又不断地往里面注水。卖房的人越来越多，为什么大家都着急的出手呢？因为这是三年以来，这可是最好的卖房机会。三日新唐人記者が不動産会社連家の中古物件の出品数を調べたところ、重景で二十万個以上、生都で十八万個以上、西安で十一万個以上。 蘇州繁盛で10万戸以上出品されていることが分かりましたまた別のプラットフォーム諸葛坊によると重慶では47万戸以上西安では18万戸以上の中古住宅が出品されておりいずれも前例のない出品数であることが分かりました 西安の不動産会社の収支は不動産の登記事項証明書がアップロードされていないものは外部から見れないためサイトに表示されている数は実際の数より少ない例えば西安の中古住宅は不動産会社連貨がネットで販売している11万戸が掲載されているが実際には15万戸あると明らかにしました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 Patreon，我哋 Zack 下次再同大家见面。